白んご祭りは、三重県戸橋市の関東で受け継がれている、天の伝統行事。毎年7月11日直近の土曜日に、アワビの津軽を神前に奉納して、会場の安全と大量を祈願する。白髭神社古くは竜神、白の宮の祭儀として白の御さんと呼ばれた。神域として一年を通じて、近両区に指定されている、白浜前の海を、祭りの当日に限って解禁し、 島のアマたちに漁を許可する。ホラガイの音色の合図で白い即帰姿のアマたちが一斉に海に潜って、アワビの初鳥を競い合う。この間、沖では色鮮やかな大漁器をなびかせた漁船団がパレードを行って、祭りに花を添える。最初に、私有津貝のアワビを取ったアマがその年のアマ頭となり、次の祭りまでの一年間島で尊敬を集める。招きアワビは、 白浜背後の球場に鎮座する白髭神社に奉納され、一年の放漁及び海での無事安全が祈願される。約一時間の潜水中に取られたアワビ、サザエなどは漁協によって買い取られ、それぞれ重量に応じた報酬が雨に支払われる。当日、浜ではアワビ、サザエの直売や名物サザエご飯の販売のほか、海鮮鍋の振る舞いなどがあり、 島内外からの観光客で賑わう。指定、選定、省歴は次の通り。以下はいずれも白んご祭りにて見分できる。ありがとうございます。